皆さんこんにちは、クーです。今日もですね、ファイナルファンタジー16の続きをやっていきたいと思います。はい、前回からちょっと時間が空いたんですけどね、前回はフェニックスゲートの方でね、自分と向き合い、それを受け止めた感じなのでしょうか。そういう感じになっております。そしてまたイーストプールの方へね、戻るようになっているので、そちらに向かいたいと思います。そう、イーストプールはフェニックスゲートに行く前にね、あのマードック夫人とかからね、とってもお世話になって、いや、なんかすごくね、優しい街だなっていう印象があるところですね。そうで、なんか前村長さんみたいな方にマードック夫人の今後について話したいからね、用が済んだら立ち寄ってくれということを言われていたので、おえーっていうか何トルガリどうしたの。トルガリどうした。嫌な予感がする。行くぞ。いやなんか嫌な音楽だな。なんだろう。うわ、火が回ってるね。うわ、ちょっと誰かに襲撃されてる。これは。マジか。そんな、どうして。いや、本当にどうしてだよ。貴様ら、一体何をしている。生き残りだ。殺せ。貴様ら何者だ。ダンブレイクのやつか。ちょっとね、始める前にこんなことになると思ってなかったんだけど、いや、アビリティ変えてみたんだよね。終わりだ。ちょっとまだ慣れてなくて。いつだてよ。見えた。もういない感じ。うわー、俺たちから逃げられると思ってたのか。そ、奴隷風情が突き上がるな。死ね。対抗派は全員殺せ。対抗派だと。対抗派、それは村人たちのことか。ふっ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 ふ。ちょっと久しぶりすぎちゃって、あれだ。おお、どうだ。よいしょ。だけど、ちょっとなんてこんたん。
まだいいのか。新皇后アナベラ陛下のご命令だ。アナベラ陛下だって。ここのベアラードも村人ごと焼き尽くせ。アナベラってお母さんだよね。ちょっと待って。ねえ、そうだよ。クライブ、わかってる。今はこいつを倒す。見えた。どこか。見えた。ナイス。いやー大変だった。ちょっと、ていうかどういうこと。いや、なんかさ、今さっきも話してたけど、ここの村すごくいい村で、うわ最悪、これほんと最悪だ。うわー、ちょっとマジか、マジか、これはつらい。この人たちが一体なんでこんな目に。マジかこれ。母上、あなたはひどすぎる。くそ、遅かったか。カブ、カブ、クライム。いやー、これはそうか、アナベラの差し金だったのか。ひどいストーリーの展開だね、これは。俗領総督府の奴ら、ベアラーを受け入れるどころか村ごと潰すなんて。もっと早く手を打っていればこんなことにならずに済んだってのに。くしょう。母上がベアラーを疎んでいた。奴隷の身にありながらクリスタルを用いずに魔法が使える、それは本来あってはならないものだと。だからってひどい。どうしてみんなを。彼らが何をしたっていうの。こんなことをして許されるはずがない。ジル、俺たちガブ、力になれないか。でもロザリアでやることがあったんじゃ。この惨状を見過ごせるか。だったらさっさとシドのところへ行って話をつけな。もともと仲間に誘われてたろ。分かった。なら早い方がいい。シドのやつ何か企んでたからな。ここの人たちは。おい、
後のことは任せてもいいか。はい、手帳に弔っておきます。すまない、頼む。よし、行こう。うわぁ、これはひどい。ていうかね、この村本当にいい人たちばっかりだったんだよね。めっちゃみんな思いやりがあってさ。ベアやっと見つけたぞ、シドの一味目。奴らの隠れ家を見つけさえすりゃ、クプカ様に取り立ててもらえる。あれか、筋肉ムキムキの大男さんですな。ね、ベネディクタが死んじゃってちょっと怒ってたもんね。いやー、超辛いなこれ。すごくさ、これこのイーストプール行った時めちゃくちゃなんかさ、ずっと暗い気持ちだったんだけど、すごく優しい人たちばっかりでさ、大好きだったのに、村の人たちめっちゃ優しかったの。シドのところに行ってちゃんと話をしないと。はあ、面白いか。ちょっと、いやー、なんか前回のところでさ、バタバタしてたわね。何か外であったのかしら。ね、なんか前回さ、自我と向き合ってちょっと前に進めたかなみたいな感じだったんだけどね、またちょっと重い感じになっちゃった。コスチューム変更、そう、なんかコスチュームが変更できるようになったみたいなんですよね。ちょっと、あー、1個しかない。チルは、うん、チルのこれかわいいですね。トルガルもいるの。あ、トルガル青くなるのね、アイスブルー。なるほど、これでいこうかな。チルのこれかわいいですよね。うん、よし、まあまあ話を進めていこうかな。みたいなね、本当に。いやー、休憩休憩っと。結構このゲームストーリー重いな。うん、ジル、私たちにもできることがあるはずよ。シドと話をしてみましょう。うん、今は自分たちができることをするしかないって感じですかね。相変わらず賑やかだな、ここは。どうせ死んだら静かになるんだ。生きてるうちは賑やかなくらいでちょうどいい。それで旅の収穫はあったのか。なぜこの身にこの力が宿ったのか、意味も理由もまだわからないことだらけだ。ただ一つだけはっきりしてる。俺は火の召喚獣イフリートだ。これからそれを背負って生きていく。そしていつの日か全ての真実を突き止めてみせる。それでいい。自分を受け入れることが自分を救う足がかりになる。それがたとえどんな過去であったとしてもな。以前あんたは言ってたな、誰もが人として死ねる場所を作りたいと。そうだ。それはきっと人が人として生きられる場所を作ることなんだろう。俺はこれまで復讐のためだけに、それだけのために生きてきた。自分以外の世界から目を背けてきたんだ。だが現実を見て思い知らされた。人が人として生きることすら、普通に生きて普通に死ぬことすら、それさえこの世界では難しいのだと。それに気づいたからにはもう見ないふりなんてできない。それは償いのつもりか。俺と彼女の決意だ。ええ、そう決めたの。
ふぬけを養う余裕はないぜ。知ってるさ。いいだろう。お前たちが仲間になってくれるなら、こいつが大真面目にできるってもんだ。ガブも言ってたな。何をするつもりなんだ。ザンブレック公国、そのコートオリフレムに潜入する。マザークリスタルをぶっ壊す。マザークリスタルをぶっ壊すの？戦国。ああ、ここか。オリフレーム、ザンブレイク広告、ホワイトウィルム城。今や東部の田園地帯までもが沈んでしまったのだぞ。ここ数年の黒の一帯の広がりは常軌を逸しておる。このままではそう遠くないうちにこのコートにまで達するやもしれん。いつまで不毛な論議を重ねるつもりだ。ゲイか。手つかずの豊かな土地があるではないか、このすぐそばに。それはもしやクリスタル自治領のことで。お言葉ではございますが、彼女は各国間において不可侵条約が結ばれており。条約など平時にしか意味を持たん。そうおっしゃいましても、条約を犯すなど。ここで危険を犯して自治領を攻める必要が。黒の一帯に土地を奪われた民がこのコートに押し寄せている。田園地帯が黒に飲まれた以上、遠からず食料も窮するだろう。それにケーラの進めた先の戦、ウォールードから領土を取り戻すどころか、手ひどくやられ数多の将兵を失った。この国難、苦しむ民を前にして揃いも揃って優雅に茶会とは、ご賢人が聞いて呆れる。我々はそのような軽い気持ちでは。これは大事な議論。民あっての国、国あっての我々、我々は奉仕せねば。死の大地が国領を蝕むのなら、民のためにそんなもの捨ててしまえばよい。しかしゲーカー、ゲーカー、どうかお考え直しを。今こそ潮である。クリスタル自治領を新たな国領に。グエリゴールの信託だ。ですが、それは神のご意志ならば。だが何から手をつけたらよいというのだ。資金の調達はどうする。となれば軍の支度も急がねばなるまい。それより諸国への対応を決めねば。猶予はないぞ。事の支度を急げ。なんかすごいことになってきましたな。ディオンはどうしている。大阪海峡の砦に駐屯中にございます。しかしながら芸家の命とあらば、すぐにでも戻られるかと。構わん。戦の傷を癒せと伝えておけ。またすぐにバハムートの力が必要になる。仰せの通りに。確かアナベラさんはここに、ここのあれですよね。ま、待ってくれ。嫁いだ感じですよね。マザークリスタルが黒の一帯の原因だとでも。正気か。こんな悪趣味な冗談誰が言うよ。
黒の一帯は死の大地だ。大地のエーテルが枯渇し、草木も生えない。魔法なんて使いようはずもない。それも全てマザークリスタルが周辺のエーテルを吸い尽くしたからなのさ。長い間調べてきたんだ。根拠もなしに言ってるんじゃないぜ。そうだな、クリスタル、誰もが使ってるこいつは、そう、エーテルを吸って魔法に変えるが、一体どこで取れる？各国のマザークリスタルを削り出してんだろ。つまりマザークリスタル自体も本質は変わらないってことだ。マザークリスタルはただ巨大なクリスタルに過ぎない。理屈はそうだが、人が魔法を使うときとは違い、エーテルを吸い続けている。どこに流れてるかは俺もさすがに分からんがね。マザークリスタルは神聖な存在、俺たちはそう教えられてきた。だからこそ人はエーテルの矜持をクリスタルの加護として崇め、その加護をめぐり争い続けてきたのだと。真実を知られると都合が悪かったんだろうな。都合が悪いって誰が？さてね、神様かな。マザークリスタルのことは分かった。だがベアラーは彼らやドミナントを救うんじゃなかったのか？もちろん続ける。これまで通り対処していくさ。しかしマザークリスタルを放っておけば、この世界は黒の一帯に沈む。みんな死んじまう。それじゃあ遅いんだ。生き残らなければ話にもならん。クライブ、お前の言う人が人として生きられる場所、そいつを作るためにもな。だから全てのマザークリスタルを破壊する。俺たちの手で。なんかすごい話になってきたね。マザークリスタル乗るか。もう一度くらいはあんたを信じてみよう。誓いの証ってとこだな。頼りにしてるぜ、二人とも。天と地がひっくり返るぐらいえらいことしようって話ですよね。まずはクリスタルの破壊、大仕事だな。しっかり支度をしなければ。いや今から行くのかな。ね、カーロンと話ちょっと行ってみるか。なんかサイドクエストも出てるみたいだし、サイドクエストもやりながらかな。ね、よし、カロンさん。今度はどこへ行くんだい？カロンさんかな。コートオリフレムだ。お前さんも忙しいね。ちょうど新しい品を仕入れたところだ。見てきな。おお。どうだろうね。特に。ないかな。ヒートウェーブ、まあとりあえずオリフレムか。そういや、ここのところ随分と荷が流れ込んでた。ありゃ何かしでかすつもりかもしれないよ。詳しいことはオットーにでも聞いてみるんだね。そうしよう。ねえ、そうだね。ザンブレイクの方も動き出すみたいなこと言ってたもんね。ちょっと待って、これでブラックソーさんの、なんか新しいのありますかね。
トームクライ。あ、これフレームタウンだったら上がるね。ストームクライをまず作って。大事に使えよ。はい、フレームタウン。おお、装備上がった。よし、できたぜ。よし、いいじゃないですか。ここは同じやつか。よし。ちょっと待っていこうか。ないよね。こんな感じ。よし。またな。ありがとうございます。ちょっと武器が強くなりましたね。よいしょ。お帰りなさい。夫たち、バタバタしてたわね。ただいまです。何か外であったのかしら。クライブ、無事で何よりだ。まあ、ゆっくりしてけよ。おい、ありがとうございます。料理長のケネスさんです。よう、話は聞いたぜ。シドのやつがついにやるんだろう。まずはドレイクヘッドからだとガブが騒いでた。これからオリフレムに潜り込む。状況がわかるか。ああ、協力者から知らせがあったところだ。ザンブルクは先のベレヌスでの戦いでウォールード王国に負けたばかり。それなのに早々に再軍備を始めたらしい。人や物資が入り乱れてコートは混乱してる。また戦を？グエリゴールのお告げってやつさ。戦好きの神様を崇める国とは始末に負えんよ。とはいえまたとない好機だ。それだけ動きがありゃ潜り込むのはそう難しくない。歓楽街にでも入っちまえばまず見つからんだろう。問題があるとすれば、ノースリーチの関所か。ああ、ノースリーチはオリフレーム前の最後の関所だ。案の定通行が厳しくなってる。だからこいつを持ってけ。これはそこいらの通行証よりよく効くお守りだ。ノースリーチに俺たちの協力者がいる。ストラスを飛ばしてお前たちのことを伝えておこう。あとはそのお守りを持ってりゃ向こうから見つけてくれる。うまく関所を通してもらえ。ありがとう、夫。念のため相手の特徴を聞いておきたい。通称マダム。とびきり美人の娼婦だからすぐにわかるさ。彼女を見て日和るなよ。わかった。やれやれ、からかいがいのないやつだな。だがその仏頂面も見られなくなると寂しいもんだ。必ず戻ってこいよ。なるほど。何この人、この人も協力者連絡窓口開放。シドの隠れ家にある協力者連絡窓口を利用できるようになった。ここでは未受注のクエストの確認をしたり、受注場所周辺まで移動することができる。なるほど。支度はこんなところだ。ちょっと見てみるか。ガブに声をかけておこう。お、おや、あんた新入りだね。はい。俺はゴーチェ。協力者連絡窓口へようこそ。ここでは協力者たちからの知らせをもとに各地で起きてる問題を取りまとめてるのさ。あんたも厄介事の解決を頼まれることがあるだろう。その手の話は俺のとこにも集まってくるんだ。今どこでどんな問題が起きてるのか、そういうことが知りたけりゃここで教えてやるよ。人助けをすると気分がいいもんだぜ。気が向いたらでいいから協力をよろしくな。なるほど。隠れ家での役割は夫さんの仕事の手伝いでここを任されている。行ってみりゃ手代ってことか。あの人には
命を救われた恩があるから少しでも恩返しがしたくってさ、それで今は協力者連絡窓口をやってるんだ。各地の協力者から集めた厄介事をまとめて、いつでも聞いてくれ。もしまだ解決してない問題があれば俺が場所を教えてやるから な。あんたが頑張ってくれたらお父さんは喜ぶぜ。気が向いた時に力を貸してくれよな。なるほど、これは、はい、どうぞ。施設の紹介、ミチュチュのクエストを確認することができる。あー、了解です。ザンブリック広告料、これはロザリアだね。これ多分マーサの宿。あ、なるほど、書いてあるね、ロストウィングとか。あー、了解です。こっからも飛べるしみたいな。クライブオッケーよ。じゃあちょっと待って、こうやって見ればいいかな。なるほど、サイドクエストか。ちょっとサイドクエストしてからメイン行きましょうかね。ガブと話すっていうのもあるけど、ちょっとここら辺の人たち、帰りが遅すぎる。おー、あいつ大丈夫なのか。帰りが遅すぎる、誰が。はぁ、無事だといいが。ほう、誰が。どうかしたのか。おや、君は新入りの。実は仕事に行った仲間の帰りが遅いんだ。刻印のある者が外に出ているから心配で。エアラが見つかると厄介だぞ。危険なのは承知の上さ。金を稼ぐために仕方なくだよ。この隠れ家で暮らしていくにも金がいる。カローンの資金援助だけでは賄いきれないからな。そうだ、君、ザンプレクでベアラ兵を務めていたというのは本当かね。あ、そうだ。ならばその腕を見込んで頼みがある。私の代わりに仲間の様子を見に行ってもらえないか。あー、了解です。見に行きましょう。よし、引き受けよう。ありがとう。その仲間について教えてくれ。ランダルという名の青年でな、今はロストウィングに出向いている。詳しいことは吊るし人邸のマスターが知っているはずだ。この仕事をくれたのは彼だからな。簡単なことか。分かった、話を聞いてみよう。それでは頼んだぞ。よし、それじゃあ行ってみましょうかね。ちょうどロストウィングの方でも発生してるみたいだしね。ここに行きましょう。大丈夫だといいのですがね。よいしょ。他のやつを受ける前に1個のあれかな、動画的にも1個のクエストに集中して終わりにして次へ進むって感じにするかね。よし、おカンタ久しぶりです。シドのとこの何か用でも。ランダルという男があんたのところで働いてると聞いた。彼の戻りが遅いと仲間が心配していてな、様子を見に来たんだ。ああ、やつなら荷運びを手伝ってもらってるよ。今日は荷が多いから確かにいつもより時間が、いや、さすがに遅すぎるか。俺が見てこよう。ランダルはどこへ。村の南門を出たロベール林道、その先で取引相手と落ち合う予定だ。何かあったのかもしれん。行くなら気をつけろ。ほーい、ちょっと待って、どこだ。ロベール林道、あ、これこの間行ったところの道かな。ね、そろそろみんなが畑の仕事を終えてくるよ。じゃあうまい道を用意してやらないと。ここもね、ぶどう畑とかね、ワイン作って生計を立ててるようなところみたいでね。
多分こっちだと思うんだよね。音楽が変わった。いやー、このゲーム音楽もめっちゃいいですよね。よいしょ。お、誰かいた。ちょっと待って。おー、大丈夫かい？おい、大丈夫か？そのブローチ、あんた、マスターの。大変なんだ。蛮族に襲われた。あ、そしたらランダルが俺を逃がそうとおとりになって、奴隷の真似は取引相手の前だけでいいって言ったのに。どこで襲われた？この先の少し開けた場所だ。お願いだ、奴を助けてくれ。ああ、分かっている。あんたはロストウィングへ戻っておけ。了解した。急ぎますか。ちょっとね、ランダルが多分ね、ベアラーだから自分がおとりにみたいな感じになっちゃったのかな。おお、警戒してるとか。荷車が、このうつらの仕業か。素晴らしい。いや、ちょっと待って、これはちょっと逃げなきゃいけなかった。そうだよ、遅い。おお、完了。よし、無事だといいのですが、うわ、間に合わなかったか。ランダル、間に合わなかったか。遺体をこのままにはしておけないな。戻ったカンタンに相談しよう。間に合わなかったですね。戻るか。
ねえ、助けてあげたかったけど、なかなか難しいの。結構このゲーム悲しいこといっぱい起こりますよね。よいしょ。音楽が変わった。これロストウィングの音楽ってことか。ふうとか言ってなかなかね、こうあれだよね、こう明るい気持ちでっていうわけではいかないな。よいしょ。こうして、そろそろみんなが畑の仕事を終えてくるよ。よし、簡単、間に合わなかったんですよ。戻ったか。うちのやつから知らせを受けたところだ。それでランダルはどうした？くそ、ダメだったか。南門からしばらく進んだところに彼の遺体がある。弔ってもらえるか？ああ、すぐにでも向かわせよう。気心の知れたやつだったのに、まさかこんなことになるとはな。ランダルとは長い付き合いなのか？よく手伝いに来てたよ。賃金がいいからって危ない仕事ばかり進んでやってた。隠れ家のためにそこまで。今回の件は俺からシドに報告しておく。お前にも迷惑をかけた。悪かったな。なるほどね。隠れ家のためにちょっと危ない危険な仕事をしてくれてたってことか。よし、まあ待って、ちょっと待って、あ、ここじゃなくてもうちょっとやろうかな。ロストウィングにいるので、ロストウィングのサブクエストを進めていきましょうか。もうじきブドウの収穫だ、忙しくなるよ。この方にも話を聞いてみましょうかね。よし、アランさん。あんたシドのところから来たやつだな。はい。すまないが、ちょいと手を貸しちゃくれないか？はい。なんだ、行ってみろ。ああ、オリフレンで保護したベアラーたちをこの村まで連れてきたんだが、前の主からよほどひどい目に遭わされたのか、まともに話もできやしない。人を恐れているんだろう。だろうな。だから同じベアラーのあんたならと思ってさ、俺の代わりに彼らの話を聞いてやってほしいんだ。あ、なるほど、手伝います。うん、そうか、助かるよ。必要なものがあったら村の連中を頼ってくれ。できる限りのことはするから。そうさせてもらう。ベアラーたちはそこの椅子で休んでる。それじゃ頼んだぜ。そこにある自由。なるほど。なんかベアラーさんたちは自分で話しちゃいけないとかも言ってたしね。オリフレムから来たらしいな。何かあれば俺に言ってくれ。ここは安全だ。俺たちベアラーが喋っても咎める奴はいない。本当か？じゃあ食べるものをできれば妹の分も。わかった、酒場でもらってこよう。ありがとう。すぐに戻る。あんたたちは体を休めて待ってろ。今日もよく働いたぜ。ああ、腹減った。
私もワインの。何か食べるものをもらえないか。二人分だ。悪いけど、よそ者に回すほど余裕がないよ。俺のじゃない。ここで保護されたベアラーたちの分だ。あら、そのブローチ。最近シドのところに入ったってのはあんたかい。なら力になんなきゃね。パンとワインでよけりゃ遠慮なく持っておいき。ブローチ一つで随分な態度の変わりようだな。そりゃそうさ。ここじゃマスターの決めたことが全てだからね。マスターのお客人なら協力は惜しまない。それがロストウィングの掟さ。さあ、ベアラーたちがお腹を空かせてるんだろ。そこに置いてあるから持って行っておやり。おお、いただきます。遠慮なく。パンとワインか。さっきのベアラーたちに持って行ってやろう。まあこれで元気になってくれるといいですけどね。兄さん、いや、さっきのペアラは人が相手でも平気で話してたね。オリフレムとは違うな。あ、もう本当にベアラは口を聞いちゃいけない感じの場所だったね。パンとワインをもらってきた。食べるといい。どうぞ。本当にいいのかい。こんなにたくさん食べたのは生まれて初めてだ。ねえ兄さん、この村は夢のようなところだね。座るなとか食べるなとか誰も言ってこないね。ああ、本当に。次はお前たちだけで行ってこい。もう自由なんだからな。わかった。ありがとう。パンとワイン、うまかったよ。よかった。ねえ、やっぱりベアラーの扱いがひどいみたいだよね。よし、やっぱりこういうサブクエストからなんかそういうのひしひしひしと感じるよね。あともう一箇所。もうじきブドウの収穫だ。忙しくなるよ。したかな、ね、このままじゃマスターに。誰だあんた。おっと、そのブローチは。脅かすなよ。どこの傭兵かと思ったぜ。確かに。まあちょうどよかった。聞いてくれよ。大事なブドウ畑に魔物の群れが居ついちまったんだ。普段から出る場所なのか。いや、あんなに魔物が出ることは滅多にない。ただ今年のブドウは特に香りが強くてな。おそらくそいつを嗅ぎつけたんだろう。そろそろワインの仕込みを始める時期なのに、奴らのせいで収穫もできねえ。このままじゃマスターに何を言われるか。ところであんた、見た感じなかなか腕が立ちそうだ。頼む、ブドウ畑の魔物をどうにかして駆除してくれねえか。おお、了解です。わかった、俺がやってこよう。ありがてえ。早いところ頼むよ。ブドウ畑は村外れのゴールド農場にあるからな。あ、はい、了解しました。
魔物を戦えばいいのね。ちょっと待って、これだったら多分これがロストウィングでしょ、多分ここだよね。よし、農場。この辺りか。さて、魔物を駆除しよう。上か。お、飛んでるやつ。遅かったな。よし、これでどうだ。全部倒したな。ロストウィングに。ロストウィングに戻る。ちょっとパッパッパッと移動しちゃおうかな。ワイン農場のエミールに報告する。もうじきブドウの収穫だ、忙しくなるよ。魔物を駆除してきた、もう安全だろう。助かったよ、これでマスターにも顔向けできる。ほら、手間賃だ、受け取ってくれ。ここで作ったワインはロストウィングの貴重な収入源さ。ゴールトンルージュっていや、外でも評判なんだぜ。ワイン作りを始めたのはマスターの知恵だ。ベアラーたちもあれくらい近場なら働けるからな。役に立てて何よりだ。ああ、マスターにも伝えてくよ。ワインができたらあんたも味わってくれよ。おい、香り高きロストウィング、よし、これでどうだろう。ロストウィングのあれは終わったかな。ね、今何分だ。ちょうど54分か。まあ今日この辺で終わりにしようかな。また帰ってガブに話したり、ちょっとあれですな、マーサの宿とかのクエストもある感じでしょうか。あー、どうしようかな、やっちゃおうかな。いやどうしようかな。いや、まあでも1時間経つしね。まあ今日は霧がいいのでこの辺で終わりにしようかなと思います。よし、じゃあね、これからもちょっと続き頑張ってやっていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。そして最後まで見てくださった方、本当に本当にありがとうございます。それじゃあまたね、バイバイ。